ポーランドとチェコスロバキアの領土を合わせ立ち図。左は戦艦機、右は第二次世界大戦後の国境をもとにしている。ポーランドチェコスロバキア連合もしくはポーランドチェコスロバキア連邦は第二次世界大戦中にポーランド亡命政府が提唱し、小規模ながらイギリスやアメリカでも検討された中央の国家連合内視連邦国家構想。 提携後の国家形態を定義するには至らなかったため、この構想の最終目標を連邦国家と見る場合と、国家連合と見る場合の両方の表記が存在する。ポーランドの歴史的な未延随文字構想の流れを組み、中東王の統一勢力をポーランドとチェコスルバキアの提携を核に作り出そうというもので、戦略的には戦後にソビエト連邦の脅威に対抗することを見据えた計画だった。 しかしチェコスロバキア亡命政府はポーランドよりもソ連を頼ろうとしたため抗争に乗り気でなく、ソ連の指導者、ヨシフ・スターリンが東欧の勢力圏を脅かし得る独立勢力が誕生することを望まなかったこともあり、抗争は実現しなかった。ナチスドイツのポーランド侵攻後、ポーランド政府とチェコスロバキア政府は共にイギリスのロンドンで亡命政府を形成した。 しかし同じ敵を相手にしているにもかかわらず、以前から領土問題を抱えていたために、両者の中はあまり良好でなかった。ポーランド亡命政府は19世紀以降ポーランドで論じられてきたミエンツイモジェ構想を復活させ、中央と東欧のポーランドチェコスロバキア周辺諸国を結束させ、将来のドイツやソ連の圧迫に対抗するという案を出した。 チェコスロバキア亡命政府も暫定的ながらこの構想を支持するようになった。チェコスロバキア亡命政府大統領エドバルド、ベネシュポーランド亡命政府首相部はディスワフ、シコルスキチェコスロバキア亡命政府内の指導者のうち、ミランホッチャとヤンマサリクは連合構想を支持していた。一方で、大統領エドバルド・ベネシュはあまり乗り気ではなかった。というのも、彼の目標は、 ミュンヘン会談の結果、ポーランドに奪われたザオルジェを取り戻すことであったからである。そのため、連合構想をめぐる交渉では、ザオルジェ問題が中心的な議題となった。ザオルジェ奪還を最優先と考えていたベネシュは、ちょうどポーランドに侵攻していたソビエト連邦を、ポーランドに対抗するための潜在同盟国と考えていた。彼はいくつかの小国が連合するよりも、 強大なソ連と組む方がチェコスロバキアに利をもたらすと考えたのである。これとは対照的にポーランド亡命政府首相部ワディスワフ・シコルスキは戦争後のヨーロッパ秩序の中ではソ連が最大の脅威になるだろうと見ていた。シコルスキは戦争後に強力なポーランド・チェコスロバキア連合を成立させるべくベネシュに働きかけたが反応は鈍かった。ベネシュにとっては 1938年以前の国境線を復元するので十分だった。しかしながら、シコルスキの案はイギリスが、後にはアメリカも支持したため、ベネシュもあからさまに拒否することはなかった。その背景には、英米がポーランドチェコスロバキア連合やギリシャユーゴスラビア連合などの中東王の連邦構想を後押ししていたという状況があった。ベネシュはポーランド亡命政府が、 チェコスロバキア亡命政府内の反対勢力と交渉し始めたり、イギリス外務省に働きかけてチェコスロバキア亡命政府自体の重要性を落とそうとし始めることを恐れたのである。ベネシュは交渉を続け発したものの、進展を急ぐこともなかった。チェコスロバキア亡命政府は実際的な取り決めがなされぬよう交渉を引き延ばし続けた。それでも、 両政府は1940年11月11日の会合でより緊密な政治的、経済的協力を行うという共同宣言を出すに至った。1942年1月23日には両政府が戦争後に連邦を結成することで合意し、外交や防衛、貿易、教育、通信といった重要事項の取り決めを行った。 1942年6月10日にも交渉が行われた。なお1941年1月には交渉の進展を監督するチェコスロバキア・ポーランド調整委員会が発足している。初期の構想は両国は貿易、対外政策、通貨を統一しつつも別個の政府を持つというものであった。1941年以降、ポーランド側は外交、 経済政策で対等な関係を作り、特に経済面では全面的な統合を目指すという構想を押すようになった。対してベネシュは連邦はあくまでもドイツに対する防衛共闘のためのものであり、ソ連は脅威ではなくむしろ潜在同盟国であると主張した。ベネシュらチェコスロバキア亡命政府は会談の場からソ連に秘密文書を送り、自分たちは チェコスロバキアソ連関係を最重要と考え動いていると述べるほどにソ連寄りの立場に立っていた。ソ連はポーランド主導の中東王の連邦構想が自らの将来の勢力圏構想の支障になるものと認識した。ソ連はチェコスロバキア亡命政府に同盟と領土の保障をちらつかせつつ、これに対する圧力を強めた。 1942年末から1943年初頭にかけてソ連は対ドイツ戦で勝利を挙げ始めその発言力が増していったこれによりチェコスロバキア亡命政府もソ連との連携をさらに強め1942年11月12日にはソ連の許可が降りるまでポーランド亡命政府との対話を延期すると宣言し1943年2月10日には チェコスロバキア亡命政府の外交官、フベルトリップカが、ポーランド亡命政府に対し、チェコスロバキアがソ連に対抗することになりうるような、あらゆる合意は無効であると通達した。これをもって、ポーランドチェコスロバキア連邦構想は、事実上頓挫した。まもなく、ポーランド亡命政府とソ連は、カティンの森事件をめぐる対立から1943年4月26日に、断交した。 ベネシュは、チェコスロバキアとソ連の間の同盟締結に向け舵を切った。同年、シコルスキが、ジブラルタル海峡で、航空事故死を遂げ、連合構想はほぼ消滅した。1943年12月、チェコスロバキア亡命政府とソ連は、モスクワで20年間の同盟条約を、翌春には、軍事提携を約する条約を結んだ。ベネシュは1943年に、 アメリカを訪れた際もソ連を擁護し、ソ連がチェコスロバキアやポーランドを脅かすことはあり得ないと主張した。ベネシュはむしろポーランドと連合することで国家や国民の独立が失われることを恐れており、ソ連はそれを助ける同盟国であるという認識を持っていた。中東王の戦後構想をめぐる闘争は短期的にはベネシュの勝利に終わった。 しかし長期的に見れば、真の勝者はソ連だった。戦後、チェコスロバキアはポーランドからザオルジェの大部分を取り戻した。しかし、チェコスロバキアもポーランドも、1948年までにソ連の勢力圏に飲み込まれ、独立は名目的なものになってしまった。ベネシュは1948年の政変で、共産主義勢力に政権を奪われて引退させられ、 同年のうちに死去した。ジョナサン・レビー・ザ・インターマリアム、ウィルソン、マディソン、アンド。 イーストセントラリオロピアンフェドリリザム、ユニバーサルパブリッシャーズ、P199、ISBN978 から1から581123692、リリーブド10オーガスト2011、ABCDEFGHIJKLMN、OP アリツヤ S、キロ、エドバードベネッシュコントラジェン、ベワディスロブサコースキー、ザエルジー、ポルスキービュールトンインファーマッケニー、 ナンバー6 2 0 0 5ハットエビーロイ・フランシス,レスリーアール・レスリー ?R.K. レスリーザヒストリーオブポーランドシンス n d s i n 1863ケンブリッジ・ユニバーシティ・プレス P231 ISBN 9780521275019リリーブド10・オーガスト2011アニータ・プラスモスカブリテンポーランド1939-1943ザビトレード・アライ ケンブリッジ・ユニバーシティ・プレス、ピアニッシモ、6768、ISBN 9780521483858、リリーブド10オーガスト2011、ABC ・ジョナサン・レビー、ザ・インター・マリアム、ウィルソン、マディソン、&、アンド、イースト・セントラリオーロピアン・フェドリリザム、ユニバーサル・パブリッシャーズ、P200、 ISBN 978-1581123692リリーブド10オーガスト2011 ABCAT レーンエルジアビエタスタートマラーヨーロッパオンザムーブザインパクトオブイースタンインラーゲメント オンザヨーロピアンユニオンリット・バーラグ・マンスター p 190 ISBN 978から3から825889470リリーブド10オーガスト2011 ABC アンドレア・オートソフバトル・フォー・ザ・キャッスルオックスフォード・ユニバーシティ・プレス・ US、p 199 ISBN 978から0から19から974568から リリーブド10オーガスト 2011ABC アニータプラスモスカブリテンポーランド19391943ザビトレードアライケンブリッジユニバーシティープレス P142ISBN9780521483858 リリーブド10オーガスト2 0 1 1 a b ピョートルステファン・ワンディックスザ・ユナイテッド・ステイツポーランドハーバード・ユニバーシティープレス ピアニッシモ、245-246、ISBN 9780674926851、リリーブド10オーガスト2011、ABCD ジョナサン・レビー、ザ・インター・マリアム、ウィルソン、マディソン、アンド、イースト・セントラリ・オーロピアン・フェドリリザム、ユニバーサル・パブリッシャーズ、P201、ISBN 978から1から581123692、 リリーブド10オーガスト2011ルドガー・クーンハートクライス・イン・ヨーロピアン・インテグレーションチャレンジアンドレスポンス1945-2005バーン・ブックス P23 ISBN 978-184545-4418リリーブド10オーガスト2011 ABCDE ワルター・リプジェンスドキュメンツ On the History of European Integration Plans for European Union in Great Britain and in Exile 1939-1945 Walter de Groiter P648 ISBN 978から3から11から009724から5 Relieved 10 August 2011 ABCD Claus Re リーズチャーチルズ Cold War The Politics of Personal Diplomacy イェール・ユニバーシティ・プレス、ピアニッシモ、6465、ISBN 9780300094381、リリーブド10オーガスト2011、ロイ・フランシス・レスリー・アール・カイ、レスリー・ザ・ヒストリー・オブ・ポーランド・シンス1863、ケンブリッジ・ユニバーシティ・プレス、 P242 ISBN 9780521275019リリーブド10オーガスト2011 ABCD ジョナサン・レビィザ・インター・マリアムウィルソンマディソンアンドイースト・セントラリオーロピアン・フェドリリザムユニバーサル・パブリッシャーズ P202 ISBN 978-1581123692リリーブド10オーガスト2011 ありがとうございます。